芸を一つご覧いただきます。沖縄和助でございます。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。それでは早速曲芸ご覧いただくんですが、始める前に一つだけご報告させていただきたいんですが、今からですねいろいろ曲芸やるんですけれども、たまにこう舞台の上に落っことしてしまうことがあるかもしれないんですが、そうしますとご覧のお客様方お思いになることが、失敗したとか下手くそなんじゃないかお思いになると思うんですが、我々曲芸の世界にはあるルールがございまして、こうやって落っことしましても3秒以内に拾えばセーフという3秒ルールっていうのがありますんでね、落っことしましてもすぐに怒らないように一つよろしくお願いいたします。それでは始めます。おまりの曲芸よっ。さあおまりをですね右から左に流してまいります。エモン流し、後ろのバチにマリを通わせます。通いのマリ。こちらの木のおばちを口にくわえたまま手を使わずに土瓶を自由自在に操ろうという土瓶の曲でご覧いただきます。おっ、thank you.
なさい。ちょっとねぎらったね。というわけでね、まあ、いつもあの曲芸をねこうやってご覧いただいてるんですけれども、ただね今みたいに皆さんに曲芸を見ていただくだけでいいんだろうかと、こうもっと皆さんの役に立たなきゃいけないんじゃないかと思いましてね、こういろいろ考えましたところ、今やりましたこうマリをこう流す技術ですとか、こう土瓶でバランスを取る技術っていうのが少しだけできると普段の生活の中でちょこっとだけ便利なことがあるんですね。で今日今からそれちょっとやってみますんで、お客様の中であこれ役立つな便利だなと思ったお客様は実際に暮らしの中で役立てていただこうという暮らしの中で役立つ曲芸一つねご覧いただこうと思いますけども、まず最初あのスーパーに買い物に行った時に役立つ曲芸なんですけども、これ両手にたくさん荷物持って帰ることありますよね、重いなーなんて言いながら、こんな時ってなんだかわかんないんですけど、雨が降ってこないですか？なんかね、雨降ってくんですね。そうするとどうなるか、今まで両手で持ってた荷物を傘をささなきゃいけなくなったことで片手で持たなきゃいけないんですね。倍重いわけですよ。こんな時に曲芸ができると両手で運べてしまうという ぜひ役立っていただきたいなと思いますけどね。今度はですね、主にご家庭でお料理を作られる方におすすめの曲芸なんですけども、一生懸命作ったお料理をご家族の方が食べてくれないとか、お子さんが食べてくれないっていうことがあると思うんですが、あれはなんで食べないかっていうと、いつでも食べられるやという安心感があるから食べないわけですよ。じゃあどうすればいいか、もしかしたら食べられないかもしれないという気にさせればいいわけですね。そういう時に役立つ曲芸なんですけど、あなたご飯よ、これではね食べません、安心感がありますからね。こんな時に曲芸ができると、あなたご飯よーと食べなきゃぜひ役立つていただきたいと思いますけどね。あとですね、梅雨の時期に役立つ曲芸が一つあるんですけども、梅雨の時期で一番困るのが洗濯物だと思うんですよ。なかなか乾かないじゃないですか、ジメ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 しちゃってね。そんな時に曲芸ができると ぜひ役立ててみてください。ありがとうございます。さあ、そういうわけでございましてね、私の曲芸、最後の曲芸は、おなじみの道具を使ったところで、お皿を使ったところ、お皿の曲芸、ご覧いただきます。ドン！左右にバランスを変えてまいります。だんだん登るはしご座、今度は2段目、
グラスがぐるぐる回ったりするの不思議ですよね。秘密知りたいですか？回る秘密。わかりました。今日は特別に秘密言っちゃいます。なんではしごがぐるぐる回ったのか。練習したからです。さあ、それではね、一番難しいものの上でお皿回してまいります。今度はただいま回しましたはしごの代わりに、こちらにございます包丁の上、包丁の上でお皿回してまいります。出刃皿と申します。